チャンピオンの井岡、左側が挑戦者のイ・キョンヨンです。先ほど第4ラウンド、この右がヒットしました。挑戦者のイ・キョンヨンです。第5ラウンドが始まります。井岡のそばにはいつもあのエディ・タウンゼントさん、もう73歳という高齢なんですが、このエディさんがいつもついていたんですが、10月にタイトルを取った後ちょっと体調を崩しました。今日もこの会場、大阪城ホールにいらしていたんですが、4時間ぐらい控室の中に座っていらしたんですが、ちょっと空気がまあ乾燥しているということでまた体調を崩されまして、エディさんは、この大阪城ホールを後にしました。もう車椅子でも今日は井岡のコーナーに着くんだと言っていたエディさんです。井岡はエディさんがそばにいてくれるだけでもいい、心強いと言っておりましたが、あっとちょっと腰を落としたチャンピオン、あの今の左が強かったですよ、はい、あのリーの左フックですね、なかなかスピードがあります。第5ラウンドです。左から右、また右、ちょっと具志堅さん、いいの振ってますね。そうですね、はい、井岡はちょっとですね、単調なんですね、単調、ここ攻撃においてもですね、非常に単調なのでね、それをまさかのウィリングしたりヘッドスリップで避けられて、はい、そして打ち込まれてる感じですね今。まあなんといっても左が足んないんじゃないですか、左がね、はい、もうリードパンチってのはやっぱり必要なんですよね、はい、今日セコンドについている韓国のキム・チョローマネージャーがですね、日本人選手はその精神的には非常に強いけどディフェンスがちょっと弱いんじゃないかと、その辺は研究してきたと、来日した時に言っておりました。あーと、ワンツー、今のワンツー良かったですよ、しかしひるみません、イ・キョンヨン、ただいいよね、一つ二つに足りてもね、その倍打ってきますからね、井岡が2つ打てば倍返すという感じのイ・キョンヨンです。接近戦が得意のイ・キョンヨンです。プロで11戦負けがありません。一方井岡も9戦9勝、9戦目にして世界タイトルを取りまして、今日が初めての防衛戦、大阪堺市の浅香山中学出身です。中学1年の時にグリーン津田ジムの門を叩きました。バーッと左が当たった、井岡の左フックが当たりました。しかし前に出るイ・キョンヨン、さあチャンスをつかめるか、チャンピオン誰から右、右当たった、チャンス、チャンピオンチャンス、しかし手が止まりません、挑戦者、ここで第5ラウンド終了です。ようやくチャンスをつかみかけましたチャンピオンです。5ラウンド終了、試合はこれから第6ラウンドに入ります。白井さん、ちょっと5ラウンドの終盤に井岡がいいパンチを、いいパンチ打ちましたね、右のストレート、左フックね、はい、また右のストレート、これですね、非常に高打でしたね、はい、さあ第6ラウンドが始まります。こうなると具志堅さん、どちらがその自分のパンチを当ててきっかけをつかんで波に乗るかということですかね。そうですね、5ラウンドの終了前のね、はい、井岡君のパンチは良かったんですけどね、あと続き欲しかったですね、そう3発ぐらい欲しかったですね、はい、しかし白さん、現金なもので5ラウンドの終了前が良かったんで、このラウンドも左がこう出るようになりましたね。そうですね、今の左なんかでもいいですね、はい、左をちゃんちゃんと出してですね、相手をストップさせて、それで右のストレートですね、はい、左から左を放ちましたチャンピオン、ジョールさん、はい、チャッキンコーナーです、はい、赤井さん、先ほど5ラウンド終了で初めてセコンドからよっしゃよっしゃって声が出ました、ま、完全に取ったという意味なんですがね、はい、森岡トレーナーは相手も一発、はい、それからお前も一発だったら差がつかないんだと、とにかく左を出して相手の動きを止めて手数を出せと、はい、こういう、指示をかなり激しい口調で話してました、はい、チャンピオンコーナー赤木アナウンサーのリポートですが、今日はこの試合セコンドに、元オリンピックのメダリスト森岡英二さんもセコンドとしてついております。第6ラウンド、
ここまでは白井さん両者ほとんど差がないような感じでしょうかね。私はね、まあイーブンになってますね、はい、こうなると文字通り具志堅さん後半勝負ということになりましたね。そうですね、やっぱり、はい、7、8、9はやっぱり大事じゃないですかね。7、8、9ラウンドね、はい、左から右、ようやくチャンピオンらしさが出てきました。白いトランクスのチャンピオン井岡弘樹、とにかくああいうところでも打ってきますからね。本当にあるんですね。具志堅さんもあの韓国の選手と3回ほどおやりになってますかね。そうですね、足をね、あんまり使わなかったのですよね、私の相手は、だけど踏み込みがとてもいいんですよ。踏み込みがね、はい、踏み込んでくるんですよ、やっぱ頭からね、はい、で手数もやっぱりまとめてやっぱ3発、4発打ってくるんですよ、そういう意味ではこのイ・キョンヨンもやっぱりそういうタイプですね。前手で来てもバッとこう打ってきますね。そうそう、いい選手はですね、はい、やっぱ足がやっぱりいいですね。足がね、はい、各選手にしてはやっぱりこの左右のやっぱりフットワークね、ステップ、はい、踏み込みいいですね。まあ、その辺のところを来日したときにイ・キョンヨンは僕はボクサーファイターだということを言ったのかもしれませんね。まあ、とにかく相手にとってね、踏み込んでくる選手というのは嫌なんですよね。もうあれですね、追いかけてくるね、はい、踏み込みのいいというのはね、嫌ですね。まあ、井岡はもうもっともっとね、はい、左を使わないと思うんですよ。まあ、いいコンビネーション出てますけどね。第6ラウンド終了です。第6ラウンド終わりました。 WBC 世界ストロー級タイトルマッチです。ストロー級のタイトルマッチ、これから7ラウンドに入りますが、左側お母さん、そして右側メガネをかけていらっしゃるが方がお父さんです。兄弟は一つ違いのお兄さんが一人おります。この井岡弘樹、お兄さんは2階席の方で友達と一緒に応援をしております。さあ第7ラウンド、先ほど具志堅さんが言われたこの7、8、9、この3つのラウンドですね。そうですね、やっぱり、はい、今12回戦でしょ、12回戦っていうのはチャンスはやっぱり1回しかないと思うんですよ。チャンスは1回、7、8、9ね、15ラウンドの場合はやっぱり残り13、14、15に2回来るんですよ。なるほどね、やっぱり12回戦になってやっぱり1回しかないと思うんですよ、はい、だからあの倒すチャンスもですね、7、8、9に多いんですよね、はい、チャンピオンのバッチが取りました。今のストレートはいいですよ。そうですね、いずれにまだ距離、右、しかし打ち返す、もう飛びつくようにしてパンチを出します。イ・キョンヨン、ロープを背にしたチャンピオン、とにかくリングの中央で試合をしたいと言っていたチャンピオンです。チャンピオンの左フックがやっぱり当たってますよね、はい、だんだんとね、良くなったんですね。ワンツー打ってからのあの左フックですね、これいいですね。その後の右のストレート越しですね、左フックを打った後ワン、ツー、スリー、フォーというところでしょうかね、はい、左フック、右ストレートですね、はい、左です。この左が出てればそうですよ、もう一番必要なことですね。怖いことはないですよね。そうなんですよ。でことにあの左の強いストレートですね、相手が来てもそのストップするだけのね、はい、迫力のある左を打ちたいですね。相打ちです。右、しかしいいパンチを食うと前に出てくるイ・キョンヨンです。これはしかし白井さんあれですね、挑戦者としては見事ですね。なかなか根性がありますね、はい、もうファイティングスピリットが旺盛ですわね、今から右、ちょっと顎を捉えました。挑戦者のパンチです。あれクリーチしてもダメですよ。そうですね、腕振りがね、ブレークをかけないでしょ、はい、それは打っていいんですからね、はい、油断しちゃダメですよ。あれ激しいパンチを出します。ようやくブレークです。アメリカのマーティン・デンキンさんがレフリー、ちょっとチャンピオンの動きが止まりましたね。前半良かったんですけど、ここでちょっとね、挽回されますよ、はい。やっぱり具志堅さん、そのラウンドの後半の印象っていうのは強く残るでしょうからね。そうですね、大事なラウンドと思うんですよ。7ラウンドね、はい、7、8、9、ちょっと悪いですね。挑戦者の光が当たりました。交代して打たれてますね、
せっかくあの前半良かったんですけどね、強引されちゃうんですよね、はい、第7ラウンドが終了しました。ストロー級タイトルマッチ12回戦です。これから第8ラウンドに入ろうというところ。 47.6キロ、105ポンドがリミットです。今朝7時に両選手計量しました。このイ・キョンヨンは10月に近代記念会館で井岡がタイトルを取りましたが、この試合をリングサイドでじっくりと見ております。その時が初めての来日、今回が2回目ということになります。一方井岡の方もこのイ・キョンヨンの VTR を入手いたしまして、研究は十分にしてきました。第8ラウンドです。しかし長州さんのファイト素晴らしいですね。そうですね、とにかくの投手はね、はい、立派なもんですね。お接近して打たれてるんですよね。打たれてるんですよね、はい、ロープを背にしました。陽気陽花ちょっと手数が少なくなりました。チャンピオンです。挑戦者の左、2回のキャンプで十分に走り込んできたチャンピオンの井岡裕樹。この前の王座決定戦の時フルラウンド12ラウンド戦って帰ってよかった、自分の自信にもなったと言っておりました。ただ具志堅さんね、このイ・キョンヨンはこれまで11戦やって、まあ KO 勝ちが4つなんですけれども、最高に動いたラウンドってのは8ラウンドなんですよね。ああそうですか、8ラウンド以上まだ動いたことないんですよ。しかし今日の試合を見ましてね、かなりトレーニングしてるね。ああ、る練習してます、はい、この動きはやっぱり相当練習しないとできませんね、はい、そういえば、この前の王座決定戦の時に見にリングサイドに見に来てましたね、具志堅さんね。そうですね、井岡選手が言ってましたが、あの時の印象はもっとなんか太ってたような感じがしたと。だから相当絞り込んできたんじゃないかと。そうですね、かなりトレーニングしてますよ、はい、第8ラウンドです。まあこの回ね、こうあれですね、あのイーはですね、はい、非常にもうすごいファイティングスピリットでね、そうですね、もう押しまくってるんですよね、はい、もうそして接近してもね、よくあのアッパーを打ったりですね、はい、フックを打ったりよく手出しますね。右から左、左、井岡の得意の左のフック。第8ラウンドです。こうして具志堅さん接近してクリンチのような状態の時にもらってるパンチでも相当効いてくるでしょうね、これね。やっぱり数ね、数出してますからね、挑戦さん、はい。